皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は私立の沼津中央高校、こちらを紹介します。沼津中央高校は普通科の学校で定員240名、今年の入試の倍率は 1.31 倍でしたけれど、これは併願書を含む倍率なので、高い倍率ではありません。学校の特徴としては軽音楽部、これが人気でいろんなところで活躍している、そういう学校です。勉強の方なんですけど、5コース制をとっています。1年生の1学期に5コース全て、これを体験して、それから適性を見てどのコースで学ぶかを決めると、こういうふうになっています。受験の申し込み書の方にはコースを書くようになっているんですけど、実際には公立でいう福利募集と同じようだと考えていいです。まずコース1番、アドバンスコースというのがあります。これは大学進学、これを目指すコースです。2番目には医療福祉コースがあります。これは看護学部とか看護学科、看護学校で福祉保育系を目指す、そういうコースになります。3番目は工芸デザインコースです。陶芸とか染色ですね、それから絵画、デザイン、コンピューターグラフィック、こういうものについて学びます。4番目が情報ビジネスコース、これビジネスの能力を育てて情報処理の技術、これを学ぶコースです。で最後は5番目、生活文化コース、こちらは衣食住とか保育、消費生活に関する知識とか技能を学んで身につけていく、そういうコースです。こちらのコースでは2022年、家庭科技術検定の3冠、これを全員が合格していると、こういうものを達成しています。今回は私立の沼津中央高校について紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。